皆さん、こんばんは。上野隆子の俳句 TV、えー。今回は265回目の配信となります、えー。いつものようにね、メアリー・ジェイさんの曲から始まりましたけれども、えっと、いやー、4月桜遅かったですね。なんか、いつ咲くのかいつ咲くのかっていう感じで、あのー、今はね、やっとあのー、東京でも満開のようです。 まあこんなに遅かったのね、最近では珍しいかと思うんですけれども、まあ4月の初めなのでね、まあそんな感じかなというところですけれども、まあだからといってね、猛暑が収まるとは限らないっていうね、なんかもうほんと、 わけがわからない毎日ですけれども、えー、この配信の方はいつも通り行きたいと思います。えー、それではね、ネット区会の予習復習見てみたいと思います。はい、えー、こちらになります。はい、見えましたでしょうかはい、えー、それではですね、えー、配信の方、はい、切り替えて、はい、それでは、 えー、ネット区会の予習復習に行きたいと思います。えー、4月になりまして、4月というと、えー、3月の結果ということになりますので、2、3、4というのが、暦、えー、の上での春ということで、春の線になりますね。えー、今回は3月の結果という形になります。 はい、ご覧いただけますでしょうか。はい、それではね、読み上げてみたいと思います。5点区、梅一輪。花瓶の中の故郷かな。青山吉夫。おめでとうございます、えー。こちらの句がね、今回の5点区で、勝ち残り区最高得点区ということになりました。 なかなかね、あの、風情があって、まあ、2、3、4ということもあってね、あの、梅の句が、えー、最高得点勝ち残ったわけなんですけれども、えっと、まあ、この句、綺麗な、本当に分かりやすい句ですよね。やっぱりなんかこう、桜遅かったので、梅は早かったんですよね。でなんとなく、梅のね、花が思い浮かんで、 桜はなかなか咲かないし、梅は綺麗だったよな、なんてね、えー、思いながら点数をつけた方が3月はもしかしたら多かったのかな、みたいな <laughs>、そんな感じかなと思います。まあ、あの、ふるさとをね、読んでらっしゃるっていうところがすごく私も共感いたしまして、まあ、梅一輪っていうのがね、あのー、私のふるさとの九十九里の方の、あの、郷土の あの、お酒なんですね <laughs>、えー。え、梅一ンっていうのがなんか地酒っていうことで、うちの近所ではもうスーパーでもどこでも売っている梅一輪っていうね、えー、地酒があるんですけれども、まあそれをね、ふと思い出す、えー、この句が、今回はね、最高得点偶然取りました。おめでとうございます。えー、それでは次の句。ちょうどね、点数きれいにばらけまして、 次の時点は4点ということになりました。では、読み上げてみたいと思います。足踏みし。釜出し待てば山笑う。神長まっおめでとうございますえ。この句は確かね、先月もかなり 上の高得点の方に残っていたか,かなと思います。こちらが最高得点だったところを梅一輪が抜いたかなっていうね、感じでしたよね。えー、これはなんかあの足踏みっていうのがすごく面白いっていうところで、えー、点がね、入って人気だったんだと思うんですけれども、こう山が笑っている、えー、花がたくさん咲いたり、新芽が出たりして、山がカラフルに綺麗に見えると。 えー、そんななんかこう、釜出しのね、えー、風景なのかなっていう感じなんですけど、釜出しっていうからにはこう、焼き物ですよね。で、待っている間に、待ち遠しくて、こう、足踏みをしていると。こういう、なんかこう、ね、あの、足踏みをして待っている。これはね、山笑うが季語なので、寒いからではないと思うんですね。待ち遠しくて、足踏みをしている。 なんかこうね、こう竹踏みしている姿なんか私なんかちょっとこう思い浮かんだりするんですけど、なんか釜出しっていうと、あの観光地のね、えー、箱根あたりを私なんかは思い出して、まあ、あの、蔵元もね、いろいろあるとは思うんですけれども、これはなんか待ちきれないでこう待っている観光客みたいな、なんかそういうイメージかなーってちょっと思いまして、えー、ま、箱根あたり、 の山がきれいにね、春らしくなってきたところを、えー、足のご飯かなんかで、えー、釜出しを待ってるのかなっていう、えー、まあ、そんなところをちょっと、あの、思い出しました。えー、この句もね、なかなかいい句ですよね。えー、それでは、次の句に行きたいと思います。はい、じゃーんという感じですが、 えー、次はこんな感じになりました。今回はちょうど、えー、5点、4点、3点というふうに点数がうまくばらけて入っているんですね。えー、なんかこう、えーと、3点区がね、すごくたくさん多かったんですけれども、ま、読み上げてみたいと思います。はい。えー、リハビリの 一歩一歩や山笑う。原田恵子山笑う。孫の入試見つけたり。小林広。道真を忍びて開く梅の花。青山義尾。先道で。 このか、この色梅の花。辻、正弘ひろ。補聴器に、風渡る音春、立ちね。原田、恵子譲り合い、田浦の里の、梅日和。安倍、ふみひこ。とつくにに、いて町同士。 梅だより、原田恵子。はい、以上が3点句になります。おめでとうございます。えー、今回ベスト10以内に3点句がすごく多かったですね。えっ、ー、と、原田恵子さん、女性ですごく頑張ってらして、たくさん入っております。 えー、原田さんなんかね、あのー、ネット区会は男性がすごくね、いつもね、あの、高得点取ってしまうんですね。えー、男性に優位な、えー、ネット区会なんですけれども、やっぱ女性はメカに弱いですからね、なんかその辺でね、あの、トークするだけでもね、あの、大変っていうこともあって、えー、男性がどうしても強いんですが、えー、今回原田さん頑張っていらっしゃいます。おめでとうございます。 えー、原田さんはね、なんかね、イギリスの方にいらっしゃる方なんですね。で、トークもね、難しいと思うんですけれども、えー、毎回ね、ネット会にトークしてくださっておりまして、ありがとうございます。今回すごいたくさん入っております。えー、っと、この、まず見てみたいと思いますけれども、えー、っと、まず、あれですよね、あの、一歩一歩、このね、リハビリで、 えー、これはね、本当に春が来て、あの、早春の、やっと暖かくなってきたから、なんとかリハビリで少しでも外に出たいっていうね、そういう気持ちがすごくよくわかる、えー、かなと思います。えー、そして次の、小林博さん。 えー、小林さんは、まだね、参加して間もないんじゃないかと思うんですよ。あの、新しくね、あの、最近、あの、この小林博さん、お名前を見かけるんですけれども、えっと、山がね、笑って、それで、お孫さんの、まあ、ちっちゃいお孫さんなんですよね。こう、あの、ニクニクって笑ったら、え、これまでは本当赤ちゃんみたいにね、歯もなくって、こう、お乳を飲んでいたのに、あれなんか乳歯が出てるな、みたいな。 感じで、あ、な、ね、大きくなったな、成長してきたんだな、っていうね、えー、そういうような、あの、風景、あの、山を洗うにね、えー、かぶせて、たぶらせて、可、え、愛、ー、いいお孫ちゃんが、えー、春に成長した、という、えー、そういう気持ちがね、表、えー、れていて、とてもね、あの、可愛くていい句ですよね。そして、次の句です、えー。次は、これはね、前回もあったと思うんですよ。 あの、菅原道真のね、えー、あの、飛び梅伝説。これを読まれてるんだ、という感じで、えー、道真という、こう、名前が出ておりますのでね、えー、もう必ずこれはね、あの、天満宮、太宰府天満宮をね、思い出すな、という、えー、梅の句ですね。やっぱり道真を忍んで、えー、梅がね、えー、香りとともに飛んでいった、という、そういった飛び梅 伝説の句かなと思います。え、それから次は、これはリズムがね、とっても良くって、あの、いい句ですよね。こういったリズミカルで明るい句っていうのはすごく私もね、あの、好きなんですけれども、これ辻さんですよね。ネット区会はあの、辻さんがね、えー、仕切ってくださってるんで、もう辻さんいい句ですよね。もう毎回入られるんでね、えー、これはもう絶対、 あの、いい句だなと思います。えー、このリズムがいいですよね。やっぱり梅は、あの、色が赤と白っていうのが結構コントラストがはっきりしてるじゃないですか。桃のピンクは、こう、ま、何種類かあるんだろうけど、ピンクの中での微妙な違い。それから桜もいろんな種類あるんですけれども、まあ、その品種の名前で、 うん、微妙に違うんだけれども、白か赤っていうほど濃いピンクってなかなかないですよね。まあ、あの、河津桜とか悲願桜は、えっと、濃いのもあるんだけど、でも梅なんかだとね、あの、黄色の濃い、あの、悲願桜とか、いろんなのがあるじゃないですかで。梅の方が、あの、赤と白のコントラストが激しいと思うんですよね。 えっと、桜とかほんわりしてると思うんですよ。そういうところを、あの、うまく捉えてらして、そういえば梅の方がいろいろあるよねっていう感じをね、えー、歌われてるかなと思います。えー、それから次の句ですけれども、次はやっぱり、あの、原田さんの句でね、補聴器の句を読まれております。 原田さんは、あの、娘さんが日本にいらして、えー、いろんな手続きをね、娘さんが、あの、よく手伝ってくださって、娘さんの方がしてくださったりしてるので、まあ、あの、お年のことはね、わ、えー、からないんですけれども、女性だけあって、えー、ちょっとね、触れないんですが、まあ、そういった感じのふ、あれを考えると、ご自分のことなのかもしれないんですよね。 で、イギリスにいらっしゃるっていうことですが、えー、向こうで長いのかもしれません、えー。そんなところをね、思い出させてくれる、まあちょっとこう、まあ、でも日本的かななんとなくね、でも、風立ちぬっていうお題は、ちょっとこう、モダンな感じのイメージもあるので、こう新しくね、春の自然が、えー、立ち上がってくるということで、 えー、まあ、あのー、ね、新しい新天地を求めて、えー、海外に行かれたりされている方なので、えっと、補聴器をつけてもね、あの、その中に風が渡り歩いているような、こう、シューっていうなんか無音でよくするような音なんでしょうかね。なんかそんなのが、えー、聞こえるけれども、これは風の音かっていうことで、えー、春のね、えー、心地よい風だっていうような、明るい、 くかなと思います、えー、それから次は、えー、次は男性なんですよね。やっぱりね、梅の句なんですね。梅日和。えー、これも前にあった勝ち残り区かなと思います。譲り合い、田浦の里の梅日和っていうことで、 の、えっと、田浦の里っていうのが確か横須賀にあるんですよね。あの、なんか梅の里みたいなところが横須賀にあって、えー、そこの、えっと、観光化されているから、そこが梅満開の時期に、すごくこう、混み合って、もう本当に譲り合って、こう、坂道を登るみたいな、えー、そういう広々とした、あのー、梅の里っていうところがあるようなんですね。 でそこを読まれているのかなっていう感じで、えー、譲り合いっていうところがね、なんかちょっとこうほのぼのとして、えー、すごく梅日和と合っていていいかなっていう感じで人気の点が入ってると思います。それから次ですけれども、これまたね、原田恵子さんの句なんですね。とつくににいて、町同し、梅だよりということで、もうこれは確かにね、イギリスにいらして、えー、日本の 梅のお便りが待ち遠しいなぁと、梅が咲いたよって言って、写真かなんかね、送ってくれるのが待ち遠しいという、えー、そういうなんかふるさとを思われているね、えー、区かなと思います。それから次は、えー、二点区に行ってみたいと思います。それでは二点区読んでみたいと思います。白梅の庭さえ渡り三回期。 青山。よしょ。はい、おめでとうございます。ここまでがベスト10。ネット区会、えー、ベスト10の10区となります。えっと、2点区が1区入っておりますね。あの、これも梅の区なんですね。やっぱり梅の区が多いですね。えー、梅、山笑う、そして蜂というのが春の えー、勝ち抜き戦の中のお題なんですけれども、やはり梅ですか今年は桜遅かったですからね。えー、この白梅。白梅の庭が、こう咲いて、なんとなく寒々しいようでもあり、やっと来た早春の光がこう暖かげでもあり、そして、いよいよ三回期を迎えるっていうね、 ちょっと寂しい、えー、区でもあり、という、えー、なんかこう、盛りだくさんの句だな、という感じなんですけれども、まあ、あのー、三回忌ということで、この時期に三回忌ということはね、コロナ禍の間に、えー、亡くなられたのかな、という感じがしますので、えー 入っておりますが、えー、入りまますすが入でしょうか、はいえー、あはい、はい、入りましたでしょうか。はい、えー、っと、はい、えー、あ、これがですね、えー、はい、こちらのカメラに、ロジクールに、はい、えー、大きくなりまして、こちらだと、はい、大きく映りますので、はい、大丈夫でしょうか。はい、映りました。はい、 えーね、えー、そんなところで、えー、声聞こえますでしょうかえー、途中でね、途切れてしまって、ほんと申し訳ありません。えー、上位塾このようになりました。はい、えー、それではね、えー、次のベスト10のコーナー、あ、ベスト10、こちらベスト10ですよね。すいません、すいません。ベスト10終わりまして、えー、次の添削の コーナーに移らさせていただきたいと思います。はい、こちらになります。はい、えー、見えますでしょうかはい、えー、それでは大きくしてご説明したいと思います。はい、えー、このコーナーではね、気になったく、面白そうなく、えー、なんとか、あのー、ね、えー、取り上げて、えー、皆さんと一緒に考えてみ、えー、たいと思います。 えー、まず、この句なんですけれども、この句はね、あの、降臨を読まれてるんですね。降臨を読まれてるっていうことで、まあね、一番有名なのは、あの、かきつばたですかこういうね、あの、病笛。あれが一番有名だと思うんですけれども、風神雷神とか、ああいう感じのもそうですかね。尾形降臨、ね。えー、まああの、日本画の大家で、 えー、有名な方ですけれども、えー、まあ、コーリンの絵を、えー、ご覧になられたかなと思うんですけれども、そのコリンの日本語ですからね、梅の句、あ、梅の絵ですね。コーリンですから、絵です。えー、そして、しかも、えー、ベニウメ。これを見に行かれたというような句かなと思うんですね、まあ。これはちょっと素晴らしいなと思って、 で、あの、リアルなね、句会だったら、ちょっとさ、ね、作者の方にお話を聞きたいなっていうような、えー、区だったので、えー、ちょっと取り上げさせていただきました。えー、尾形型光林のこを読まれていると思います。 えまあね、私なんかね、これ面白そうですごくいい句だなぁと思ったんですけれども、まあこういうね、旅の句はご本人じゃなければわからないっていうこともあるんですけれども、まあね、なんで、えー、皆さんね、えー、これを取らなかったかなっていうところなんですけれども、まあコーリンは有名ですよね。ですからコーリンは絶対わかったと思うんですよ。で、尾形コーリンの見たその、えー、ベニュー名を 自分も旅で見てみたいというような句の意味だと思うんですね。えー、それが、光輪の未死、紅梅を旅にあも、わ我もということで、えー、光輪の未死、紅梅を勾配ですかね。光輪のミシ勾配を旅にあも、と、えー。自分も旅に見てみたいなと思って で、えー、出かけた。ということだと思うんですね。で、ね、わかるとは思うんですけれども、あれかな、五七五の、ちょっとこう、リズムが、ギクシャクしたのかもしれないんですね。で、まあ、私が思ったのは、やっぱ下五のリズムかな、と思いました。えっと、そこで、降臨のミシ ここまでは、あの、意味がね、きっちりわかりやすいので、でとても変えることはできない。そして、紅梅というのを変えることはできませんよね。コーリンの西、西紅梅を、じゃあ、その下だなっていうことで、旅に、あむ自分が旅に出たということで、えー、その、自分も、コーリンが見たベニウメ、紅梅、勾配を、 見に行きたいんだっていう気持ちが、はっきりと分かった方がいいのかなぁと思いました。そこでた、たね、下の、あのー、ここの、えっと、旅にというね、えー、このにが、えー、ちょっと意味をリズム的にこう、ちょっとギクシャクして、えっと、うやむやにしてるかなぁ、 思うんですね。旅に自分も出たいんですよっていうことを言っているというのはわかるんですけれども、えっと、そこで、ここの下語の部分を、下語の部分を、えー、ベニウメの旅、我も、というふうに、もうベニウメを見に行く、その旅だっていう旅の目的自体を、ベニウメの旅、 って言っちゃった方が、はっきりわかるんじゃないかなと思うんですよね。え、光輪が見た、見たってことは、降臨の絵じゃなくて、降臨が見たと言われている、えー、勾配がある、そこへ私も旅に行きたいんです。その梅を見に行きたいんですよっていうのが分かった方がいいかなと思いました。え、光輪の絵をね、美術館に行きたいっていう場合もあるので、まあ、そこで、 えー、勾配の旅、我も。というふうにしてみたらどうかと思いました。降臨の未死、勾配の旅、我も。とえー、まあ、そんなふうにすると、えっ、ー、と、意味合いがうやむやだったところがわかりやすいかなと思います、えー。それでは次の句を見たいと思います。次はね、道祖人の句なんですね。 でこれも可愛いなと思いまして、山を洗うとね、道祖人。ああ、可愛い句だな、風景だなと思って、えー、これもね、ちょっとね、あの、取り上げさせていただきました。山を洗う。家、まばらなり、道祖人。ここがね、あの、中室だと思いました。この句の場合は。家、まばらなりというね、えー、これが、えっと、家がまばらにあるんだな、 なんか、点々とあるのかなっていう感じもするんですけれども、そういう視覚的な意味で、点々と家がまばらに立っているという意味なのかなっていうふうにも取れるんですけれども、なんか、もうちょっと大きな意味で、その家がポツポツポツと、 え何軒かまばらにパラッパラっと何軒かしかないんですよ。この道祖人の立っている分かれ道の先はっていう。だけど山は綺麗に笑ってその風景をあの和ませてくれていますみたいな。えー、そういう感じの山里の風景かなと思うんですね。なんでその山里の風景っていうのがもうちょっとはっきり分かっちゃった方が いいんじゃないかなと思いました。えー、そして、えー、中七をこうしてみたらいかがでしょうか。えー、静かな谷の、という、えー、谷合いというようなことで、えー、谷っていうとね、えー、ちょっとした、あの、里山の谷を思い出すじゃないですか。えー、山と山の間の谷間に、まばらにパラパラっと家があると、 いうような、えー、そのような風景をもうちょっと極端にね、えー、こう田舎の風景っていう風にまとめた方が、えー、面白いんじゃないかなっていう風に感じました。えー、山を洗う静かな谷の道祖寺、えー。こんな感じにしてみたらどうでしょうか。はい。えー、それでは次に行きたいと思います。じゃあ3句目なんですけれども、 えこれはね、現代の句なんですね。えここではあの、春コート。これを取り上げてらしたので、まあ、お題ではないんでね、やっぱり点がね、どうしてもばらけまして、入ってなかったんですけれども、えー、春コートっていうね、えー、あの、期題を取り上げていらっしゃるので、えー、ここはまあ、春の句っていうのはもうね、えー、一目瞭然なので、えー、ちょっとこの句を取り上げさせていただきました。 えー、通勤の一足お先春コートということで、えーまあ、通勤ラッシュの中でね、えー、春コートを着た人が、まあ、いて、えー、そこをこう追い越していくあの、忙しそうにね、追い越していく、えー、通勤の、えー、OL さん、えー、サラリーマン、えー、そういった方たちがね、忙しそうに追い越していく。えー、そういう感じを歌われてるんじゃないかな。 と私は思ったんですね。逆もあるんですけど、でもね、明るい可愛い色の春コートを着た、まあ、春コートって言うとイメージ女性じゃないですか。可愛い,い色のね、春コートを着た女性が、通勤ラッシュのね、えー、通勤の OL さんたちをどんどんお寄越していくっていうのは、シチュエーションとしては不自然ですよね。<laughs> でそれを読みたいんだったら本当にもっと工夫されてもうちょっとこうね一足お先なんて言ったらなんかちょっとこう春っぽい和やかなイメージが湧きますよね一足お先なんて言ったらだからちょっと春コートのねかわいいカラフルな色のコートを えー、ちょっと忙しいから、ちょっと一足を先にね、仕事なんで追い越してきますけどねって、かわいい色だなぁ、なんていうふうに思ってるんじゃないかなっていう、えー、そういうふうに私は、えー、受け止めたので、わ、えー、かりやすくこのようにしてみました。あの、原句だとどっちがどっちかわからないじゃないですか。ね、どちらを読んでるのか、ちょっとこう、作者の意図がはっきりわからないので、えー、ここでね、中七をちょっと、えー 一足お先っていうのがね、えー、ちょっとわかりづらいところがあるので、どうしても一足お先なんて言うとね、春コートの方が追い抜いていたよ行ったような感じに取れなくもないんですよねで。通勤の一足お先だから、通勤の人が一足お先に越していったんだと思うんですよ。私としては通勤っていう言葉に、通勤の人とかね、 サラリーマンとかって言っちゃった方が分かりやすいと思うんですね。えー、そこで、春コートをまず最初に持ってきて、これがもうメインだから。えー、これを際立たせるためには、紙語に持ってくると。えー、そして、その下は、意味がね、分かりやすいように、追い越していく通勤儀と、えー。こんな風にしたらどうなんだろうな。 と思いました、えーまあ、通勤ラッシュ追い越していくサラリーマンとかね、追い越していく OL さんとかって書いてもいいとは思うんですけれども、この作者が通勤っていう言葉を使ってらっしゃるので、えー、春コートと対峙させて、えー、通勤儀、 で、されると、えっ、ー、と、通勤儀の方が、可愛い春コートを横目で見ながら、忙しそうに追い越していく、<laughs> えー、そういう、ま、新入社員かな、みたいな、えー、そういう感じの、えー、区になるんじゃないかな、と思います。はい。えー、それでは、全体をちょっと一回見てみたいと思います。ゴーリンのミシベニ紅梅の旅。 我も。山、笑う。静かな谷の道祖人。春コート、追い越してゆく通勤儀。 はい。えー、まあ今回はこんな感じで春の句3句取り上げさせていただきました。ありがとうございました。えー、と何かね、あの作者の方ご意見とかありましたら、えー、お寄せいただけるといいかなと思います。えー、いい勉強にね、えー、させていただいたと思います。えー、それではね、次に、えー、来月。もうね、来月はもう早いものでして、えー、5月になります。えー、もう来月は本当 早いんですよね。5月になりますので、えー、こちら。現代の説明をさせていただきたいと思います。はい。こちらになります。えー、今が4月なので、えー、先送り先送りで、県題で募集。 しますので、5月の句を今募集という形にネット区会ではなっておりますで。リアルな区会とのね、違いでね、先送り先送りということになりますけれども、えー、その辺はご了承ください。えー、っと、そうしますと5月は夏になるわけなんですよ。もう5月になりますと、5、6、7という3ヶ月が夏になります。 えー、ですから、えー、夏の戦、えー、夏の勝ち抜き戦ということで、お題はあの、夏は3つというふうにね、夏は3ヶ月あるので、一応3つ、そして1ヶ月ごとに、えー、おすすめ現代というのを、えー、お題にさせていただいております、えー。7月から、あ、5、6、7ですね、えー、3ヶ月、えー、5月から7月、 までです、えー、そして5月の、えー、おすすめ兼題は、真珠と、えー。こういったお題を出させていただきました。まあ、もしくはね、あの、冬期撮影で春の句だったら、えー、いいかなと思いますけれども、 えー、このね、ネット区会は季節ごとの勝ち抜き戦ですので、まあ、できるだけお題を使っていただき、で、冬季撮影でね、春の戦には春の句を、夏の戦には夏の句を送っていただきたいというのが決まりになっております。で、今回の真珠、えー、お題の説明としましては、写真をね、見ていただけるとわかると思うんですけれども、まあ、下の方はちょっと次のサミダレを、えー、ちょっと入れてみました。 えー、真珠というのは、若葉に覆われる初夏の木立ちを言う。というふうにね、お題の説明としてはなっております。みずみずしい真珠に、溢れる野山には生命力がみなぎる。ということですね。まあ、真珠ですから、新しく芽吹いて葉っぱを出してきた木。ということになります。えー、緑とかね。 えー、新緑というと、全体的なものなので、木じゃなくてもいいわけなんですね、えー。草花、いろんなものでもいいんですが、真珠といったら木なので、できるだけ、えー、初夏の緑の美しい木を読んでいただきたいと。これは一本でも二本でも、えー、山でも何でもいいんですけれども、まあ、そこが他のお題との違いですかね。 はい。えー、だから、緑樹とか、えー、真樹光なんてね、よく使いますね。光が、えー、っと、写真のね、こういった風景のことですね。そして逆に真珠、真樹陰えー、この木が生い茂ってくると同時に影ができてくるということで、えー、真樹陰なんていうのも、えー、お題としてはよく使われます。えー、そんな感じで、えー、5月は、えー どしどし応募ください。夏が始まりますのでね。えー、どしどし応募ください。えー、それでは、えー、次のミニ講座に入りたいと思います。それでは画面を切り替えさせていただきます。えー、ミニ講座の方は、えー、別の、はい、えー、別のですね、えー、はい、画面共有で別の資料になりますので、パワポなんですが、 こちらで、はい、こちらの、はい、出ましたでしょうかはい、出ております。はい、それではこちらのミニ講座いきたいと思います、えー。今回からはね、このミニ講座、えっ、ー、と、前回までと違いまして、えー、鑑賞ではなくて、今度はすっ、えー、飛んできました、えー、歴史ということで、えー、皆さんが本当によくご存知な、えー、いろんな有名な 俳句の、えー、有名な方をもう一度見直していこうという、えー、初めての方の俳句入門3ということで、えー、歴史が入ったバージョンを、えー、ミニ講座で行っていきたいと思います。まずはこれを見ていただければどなたでも俳句が作れるようになるということで、えー、まずナンバーワンとしましては、俳句とは何か。 ということで、俳句の特徴。これを簡単にご説明したいと思います。作、ま、上、あの特徴というふうに捉えていただくといいかなと思うんですが、まず一つ目は、俳句は五七五の17文字17音からできています。ということですね。えー、17文字17音というのは、上語、高七、下語、すべてを足して17文字になるということなんですね。 まあ、音とつけているのは、休暇な進化な、いろんな読み方があるのでえ、音という17文字プラス17音というふうに言わせていただいております。それからもう一つ削上のコツとして、季語を一つ読み込むと言われています。えー、記号を一つ読み込むと良いと言われています。季語の季節の言葉である季語を、できるだけ一つ一句の中に読み込むことで、 焦点が絞りやすくなるということですね。たった17文字なので、えー、あまりにも盛りだくさんだと、作者にしかわからない、こうね、意味のわからない、悔いが読み取れない、えー、俳句になってしまう、えー。そうするとね、逆に作品としてつまらないものになってしまいますので、できるだけ記号一つ読み込むと、俳句らしくうまくまとまりますということになっております。 はい。では、それでは、このバージョン3のメインであります、俳句の歴史に入りたいと思います。あの、俳句の歴史というと、え皆さんご存知の松尾芭蕉ね、えー、もう場所といえば奥の細道という感じで皆さんね、よくご存知だと思うんですけれども、 まあこのね、場所が今の俳句の大元の形を成したと言われておりますね。その辺が俳句の歴史の始まりというふうに言われております。えーまあ、このグラフ、これはね、あの、私が出しております、初めての俳句という俳句入門書があるんですけれども、えー、その中でも使っている表なんですね。 えー、江戸時代ってすごく長くて、江戸時代にこの俳句の大元が、まあほとんど出来上がったというふうには言われてますが、江戸って長いので、江戸前期、江戸中期、江戸後期というふうに <laughs> 3つに分かれてよく説明されるんですね。えー、そして、その次にやってくるのが明治時代。これは皆さん本当によくご存知文明開化の明治の時代ですよね。 えこの明治時代に、まあ、いろんな文明が日本でも開かれていくわけなんですけれども、えここの時代に正岡四季が今の俳句というえ形を体制させたと言われております。まあ、あの松尾芭蕉の時代にはその元である俳句のックというものをえ松尾芭蕉が文明として高めた。 ということで、えー、有名なんですね。で、芭蕉の時代までは、俳句って、い、い、なんていうんですか、一句じゃなかったんですよ。一つの五、七、五のまとまったものではなくって、五、七、五の次に七、七があり、そしてまた五、七、五があり、または五、七、五の俳句を何人もがいくつも作って並べて、えー、一つの作品として楽しんでいた。ね。えー、そういったいろいろな経緯が、 あります。えー、そこで、えー、場所が、そのみんなで合作でいつも作っている、それから誰がどこを書いたかもわからない、えー、文芸としてね、えー、それではあの芸術性、文学性、えー、があの高められていかないと、えー、強化と言われて、ずっとそのままね、ね、えー、軽んじられてしまうということで、えー、そこで、 え、松尾芭蕉が、はじめの一句を北区と言いまして、え、それを俳句として、え、高めていった。というふうに言われております。え、そして、えっと、どんどん、えっと、次に行くんですけれども、まあ、その後はね、正岡式の後は、高浜清史、そして川東平子と、この二人が、え、式のね、後を、 えー、次まして、ホトトギス時代というのを、えー、作っていくわけなんですけれども、まあ、高浜巨子がホトトギスの大衆化ということで、今の俳句のね、えー、大元を、えー、たくさん広めた。そして川東駅後との方は、えー、今の自由律俳句のもとと言われている、いろんな前衛的なね、えー、俳句の方を、えー、どちらかというと、こうたくさん排、えー、出していった。 というふうに、えー、まあ、そんなふうなざっくりとしたね、えー、説明では、そんな感じで、えー、今の現代の俳句につな、続いていると、脈々とつながっているというふうに言われております。えー、それでは、その一番最初、今日は第1回目ですので、松尾芭蕉に焦点を絞りまして、えー、ちょっとお話ししてみたいと思います。はい。 えー、それでは俳句の歴史としまして、まず1回目。松尾場所。ここに1句取り上げました。古い池や買わず飛び込む水の音。場所。この句は場所の中でも、まあ一番と言っていいぐらい有名な句と言われております。なぜか、 というと、場、え、所、ー、がね、今の俳句を場所として海岸した、体制させた、その句ではないか、というふうに言われているのがこの句なんですね。えーまあ、この句の解釈といたしましては、河津が飛び込む水の音が響き渡っています。なんと静かな古い池であろう。とでこういった解釈になります。 入ってみれば何でもないような静かな中に古い池がある。そこに河津が飛び込んだ。そんな音がするなという、そういう句ですね。で、えー、まあ、俳句的に見ると、河津、これが春の季語。そして、水の音っていうのは、あの、水の音 池にぽちゃーんと飛び込む水の音。水の音ですね。音という、えー、そういうことになります。まあ、音がすることで静かさがこう際立つということを、まあ、場所はこの句で読んでいるわけなんですね。えー、まあ、あの、場所の、えー、っと、大間かな、 逆歴を、えー、読み上げてみましょう。松尾芭蕉。江戸前期に伊賀の国に生まれる。1644年から1694年の方。19歳の頃からの俳句が残されている。深川の草案後の芭蕉庵に陰性したのは37歳の頃。その後、46歳で、 奥の細道の旅に出る。江戸を立ち、伊賀上野へ向かう旅の途中に、大阪で体調を崩し、病状が悪化し、死去。51歳であった。と、えー、こういった大まかな略歴になります。えっと、場所に関しては、本当に有名なんですけれども、ただ、江戸時代の方なんですね。 まあここがちょっと問題なんですけれども、まあミステリアスというかね、面白いところでもあるんですが、19歳の頃から俳句が既に残されてはいるんですね。でも、えー、っと、私たちが知っている場所の俳句というのは、えっと、深川のその場所案に江戸にでいわゆるね、江戸に出てきてからのことしか、 あの、はっきりとは分かっていないわけなんですよ。その場所案、場所が伊賀の国から江戸に出てきた。その江戸からのことが、やっぱり場所の俳句人生としてはすごく大きかったということになるんですよね。それまでのことは、本当ははっきりとは分かっていない。という、えー、まあ面白いところがあります。まあそれは、あの、江戸時代の人だから、 というところがね、大きいんではないかなと思うんですけれども。ということで、えー、松尾場所の略歴。これをね、私も、あのー、調べてみ、えー、ました。調べては見て、こういうふうにまとめてはいるんですけれども、年代とかね、年齢。この辺は、あのー、多少のズレ資料によって、ズレっていうのが、なんか、どうしてもあるようなんですね。 まあ作品に関しては、場所を本人が読んだときと、それから、その、編纂されてね、えー、苦衆として出されたもの、それから、場所を本人がこう書き残したものと、あと、草で、みんなであの工業を開いた時の記録として残っているものとかって、どうしても自然にズレが できるじゃないですか。えー、そ、そこまでのことをね、どうしてもわからないので、何かしら文献が残っているものをたどって、えー、その頃に書いたであろうというふうに、全、え、集、ー、などではまとめられているわけなんですね。 えー、ですので、いくつかのいろんな文献、あの、市販されているね、いろんなものを、まあネットでもいろいろ公表されていますので、えー、そういったものを調べて簡単に役歴として、えー、まとめました。少し見てみたいと思います。えー、っとね、この中で、あのー、青く塗ったところが意外と、えーっと えっと、皆さんもね、聞いたことあるんじゃないかなと思うようなポイントになっているところなんですね。まず、場所は1644年、えっと、寛永21年という江戸時代前期に伊賀の国、今でいう三重県の伊賀市に生まれたんですね。この時はまだお坊さんではなかったようなんです。 とすごく微妙なお家柄のようなんですけれども、一応農民っていう形になっているようなんですね。でもうなんか頭のいいご家族だったんでしょうね。19歳ですでに記録が残っているというぐらいなので、いろいろその藩主にね、使える、えー、その、こう、いろんな立場があったようですけれども、まああの、すごく文学に長けたご家族であったんであろうと、 思われるようないろんな記録もあるようなんですね。えー、そして、いろいろな経緯があって、えー、1680年、37歳の時に、深川に今の場所庵あそこに草庵というふうに、場、ま、所、あ、は呼びながら、いおりを作り、そこに住むようになったと。 そして、その時から、場所という名前を、配合を使い始める。というふうに言われています。えっと、それまではいろんな名前を使っていたんですね。で、それから、場所はいろいろな、えっと、旅に出て、その旅の気候文を残しているわけなんです。 40歳の頃に野ざらし気候。そして43歳の頃にさらしな気候。そして46歳の時に一番有名な奥の細道の旅に出たわけなんですね。すでに46歳であったわけなんです。この時にはもうお弟子さんの空という人物を一緒に連れて行ったんですが、 全国にお弟子さんもたくさんいて、すでに場所の名は知られていた。もう俳句をやっている、まあ、徘徊師としては、すでに有名ではあったんですね。そして、次に48歳の頃に、京都でサルミノという、え、編纂をしております。まあ、これは、今でいう句集。 のようなものなのかなというところですが、そして最後、51歳にして、えー、ふるさとの伊賀上野へ向かう途中に、大阪で体調を崩し、病状が悪化して死去されたというふうに言われています。まあ、この略歴には、大阪とは、えー 明記してありませんけれどもえっ、ー、と、資料によると、大阪と言われておりますね。はいえ。そんな感じになります。まあね、芭蕉といえば生まれたのが三重県の伊賀の国の人だねっていうところ。それから江戸へ出てきて、深川に芭蕉庵っていうのを作った。 その時から場所という名前を使うようになって、なおなし有名になっていったんだよっていう、えー、そういう経緯をあの捉えていただければいいんじゃないかなと思います。そして一番有名な奥の細道の旅に出るのは46歳の頃と言われておりますね。弥生27日と言われておりますので、ちょうど今の頃で桜が綺麗な時に、 お弟子さんたちとねこう、泣く泣く別れを惜しみながら旅に出たと言われております。えー、まあ、あの、略歴としましてはこのようになるんですけれども、先ほど言いました通り、とにかく、あの、江戸時代の人なので、えー、どうしても不確かなところが多い。ということでね、えー、この19歳の記録、俳句の記録から、江戸の えっと、草案に場所が出てくるまで。この間のことは、たくさんの謎があり、いろんな資料があるけれども、えー、定まってはいないというような風に、えー、捉えていてもいいのではないかなと思います。この間にですね、場所は、ゼンデラにこもり、えー、学問の道を極めたというような、あの、資料もあります。 場所はね、えっと、早くにお父様を亡くされて、えー、そして学問を、えっと、なりわいにしながら、その藩主のもとへ、えー、スあの、仕事にね、行っていたんだけれども、その藩主がまた若かったらしいんですね。で、若かったので、場所とちょうど近い年齢だったので、ちょうどいいその学友としてね、 俳句の仲間のような形でえ、一緒に勉強しながら、こう競い合いながら、え教えたり教わったりというような、えー、そういう間柄の藩主がいたんだけれども、えー、その藩主も若くして亡くなられてしまったということなんですね。で、藩主を亡くしてしまった なので、えー、その後、場所はどのようにね、えー、生きていったらいいかというんで、えー、困り果てて、その全寺にこもり、えー、その俳句の元になる、えー、学問を身につけたというような、あの、経緯も、えー、言われております。そして、いろいろ身につけた、えー、学問と俳句を自分の武器としてね、で、江戸に出ていこう。 というふうに、江戸に出てきた。というようなふうにも、あの、私としてはね、いろんな資料では読み取れるかな、というふうに解釈しております。この辺はいろいろな捉え方もあると思うのでね、皆さんもご興味ありましたら、なんかね、いろんな資料をあの読んでみると、えー、面白いと思います。はい。えー、そんな感じになります。えー と、あの、俳句のその歴史、えー、場所から見てみたんですけれども、ちょっと、あの、戻ってみますね。えー、表に沿ってね、やっていきたいと思います。えー、こちら。まずね、あの、第1回目。江戸時代の前期にあたりまして、えー、松尾芭蕉えー、場が俳句をなした。というふうに言われているということで、 え、江戸時代前期であった。と言われてます。そして代表句は、古池や川津飛び込む水の音と、えー、この句だ。って言われております。この句が芭蕉の俳句、海岸の句だ。と言われているんですね。ちょっと下のコメント欄を読んでみたいと思います。深川の芭蕉庵に今日移してから、徘徊に高い文芸性を ふよし、商風の創設、海岸の一句とされているのがこの句です。ということなんですね。すでにね、場所もたくさんのお弟子さんを、す、え、で、ー、に抱えてはい,るいたんだけれども、この句で文、えー、芸性を高めて、そしてこの句によって、将、えー、風というね、自分の封、えー、その自分の区、えー、の作品、 国にあたる自分の区柄を、その、なんて言うんでしょうね。自分流って言うんですかね。今風で言えばね。えー、そういった、えー、自分流を作り、商、えー、風と呼ばれていたということなんですね。場所の将という字をとって商風と呼ばれていたということになります。 で、えっ、ー、と、場所のね、このね、商風に関しましては、まあ、いろんな細かい資料はあ,のあるかとは思うんですけれども、すごい難しいのでね、商、えー、風というのは場所の章だというふうにね、えー、覚えていただければいいんじゃないかなと思います。で、場所という名前っていうのも、これまたい、あの、言われがありまして、どうもね、あの、サンというお弟子さんが江戸にいて、 で、そのお弟子さんが、なんか魚の豚屋さんかなんかをやっていて、えー、そこに、えっと、あの、場所に、えっと、ここに住んでくださいよというふうに進める別邸があったんですね。で、そこをお弟子さんだったので、えー、ぜひ江戸にいらしたらここに住まわってくださいということで、場所にそこの、えぇ、ー、いおりを提供した。そして、場所はそこに住むようになった。 そうしたらば、そこに、えっと、場所ってあの、大きな葉っぱがありますよね。あの、あれをバナナの木のような、あれを、えっと、お弟子さんが、えっと、プレゼントしたというところから芭蕉庵、場所案、場所と言われているというふうに言われています。えっと、そんなところで、えっと、今日はね、あの、時間が、えー、どんどん押してきておりまして、えー、時間になってきましたので、えー、そろそろね、 えっと、時間なので、えー、ちょっとね、えー、っと、はい、えぇ、ー、続き、は、まあ、あの、次回というようなことで、えいたいね、あのー、こんな感じで場所の、あの、全体は、えー、見渡せたかなと思います。江戸前期の人だ、ということをね、覚えていただきたいかなと思います。えー、っと、それでは時間を本当に押してきてしまいましたので、えー、っと、最後、えー、私の今日の 一句でお別れしたいと思います。桜飴、このまま花の